膵臓がんはがんの中で最も生存率が低いんです。あなたは膵臓という臓器をご存知でしょうか？膵臓は沈黙の臓器と呼ばれる肝臓と同じぐらい、またはそれ以上に症状の出にくい臓器です。日本人のがんのランキングでトップ5に入ることが多く、生存率も最も低い膵臓がんですが、その自覚症状は早期の段階でなかなか出てきませんし、健康診断でも現代の医学では早期発見することが非常に難しいです。今回の動画でせめて膵臓がんが引き起こしうる代表的な初期症状の知識を身につけておいて、自分や身近な人に当てはまる部分があった場合にすぐ対処できるようになっておきましょう。こんにちは、内科医監修予防医学チャンネルのお時間です。今回は絶対に見逃してはならない膵臓がんの初期症状3選というテーマでお話をしていきます。動画の最後には予防法のお話もお伝えしますので合わせてご覧ください。それでは早速参りましょう。そもそも膵臓という臓器に馴染みがない人も多いですよね。どんな役割を果たしている臓器なのかも知らない人が大半だと思うので、膵臓について簡単に説明しておきます。まず膵臓が体の中でどこにあるかなんて皆さんあまりご存知でないですよね。膵臓とは胃の裏側の部分にあるおたまじゃくしのような形をした臓器なんです。膵臓の役割は大きく分けると2つあって、1つは食べ物を分解する酵素を作って食べ物を消化しやすくしているんです。もう一つは血糖値を下げるインスリンというホルモンなどを作って血糖値が上がりすぎたり下がりすぎたりしないようにしてくれているんです。そのため膵臓の機能が落ちてしまうと消化不良を起こしたり、血糖値のコントロールの制御がつかなくなってしまうので、体にとってはとっても重要な臓器なんですね。ではそんな膵臓にがんができてしまうとどんな症状が起こってしまうのか、早速一緒にチェックしていきましょう。ちなみにこのチャンネルでは医者の見地からエビデンスに基づいた医学健康情報を発信していますので、今すぐチャンネル登録しておくときっと役に立つと思います。絶対に見逃してはならない膵臓がんの初期症状3選、1つ目は血糖値の上昇です。こちらは本当は症状ではなくて検査データの異常ってことになるんですが、膵臓がんに非常に特徴的なものなのでここでまとめさせてもらいました。最初に説明したように、膵臓はインスリンという血糖値を下げるホルモンを作っている工場です。この工場にがんが登場すると工場の生産性が落ちてしまい、インスリンの分泌量が落ちてしまうんです。インスリンの分泌量が落ちてしまうと血糖値をうまくコントロールできなくなり、血糖値が上がって糖尿病になってしまう場合もあるんです。血糖値は普通は荒れた食生活やタバコや飲酒などの生活習慣の乱れによってだんだん上がっていくものなんですが、膵臓がんが原因の場合は今まで兆候がなかったのに一気に血糖値が高くなるっていうパターンが特徴なんです。なので健康診断で今まで問題なかったのに急に血糖値が上がったり、糖尿病の人が特に生活が変わってないのに一気にコントロールが悪くなるって場合は要注意なんですね。そしてコントロールが悪くなることで糖尿病自体の症状が起こることがあります。こちらは糖尿病の初期症状を解説した動画を以前作ったのでそちらで確認してみてください。特に糖尿病自体が膵臓がんのリスクとなっていますので、しっかり通院してデータを確認するのが重要になってきます。絶対に見逃してはならない膵臓がんの初期症状3選、2つ目は黄疸です。黄疸って言われても何のこっちゃよくわからんと思われると思いますが、これは目の白目の部分や皮膚など全身が黄色くなってしまう症状のことなんです。またおしっこの色がとっても濃くなるっていう症状の出方も黄疸にはあるんですね。なぜこのようなことが起こるかと言いますと、実は肝臓が関係してるんです。肝臓では胆汁という脂肪の吸収を助ける役割のある液体を製造していて、胆管という管を通って消化管に運ばれます。この通り道である胆管は実は膵臓を貫いて走っているので、
膵臓にがんができるとこの胆管を圧迫してしまい、胆汁が逆流してしまうという仕組みなんです。胆汁が逆流すると全身をめぐり、この胆汁の作用で皮膚などが黄色くなってしまうんですね。ひどい場合は痒みを伴ってくる場合もあります。ただこの黄疸の症状はプラスに働く、要するに早期発見につながることもあります。というのも、黄疸は膵臓がんが小さい段階でも場所によっては胆管を圧迫するので症状が出たりするんですね。なので膵臓がんが大きくなる前に黄疸の症状で病院を受診して、それが早期発見につながったっていうケースもあるんです。黄疸の原因は他にもいろいろありますが、基本的には放っておいていいものはないので、黄疸が出たら必ず病院を受診するようにしてください。どのくらい黄色かったら黄疸なのって言われるとちょっと難しいんですが、一番わかりやすいのは目の白目の部分だと思います。白目の部分をチェックして黄色がかっている場合は要注意なんです。絶対に見逃してはならない膵臓がんの初期症状3選。3つ目は背中の痛みです。先ほど説明したように膵臓は胃の裏にある臓器です。そして膵臓は様々な内臓の中でも後腹膜臓器と呼ばれるジャンルに分類されるんですね。人間の体の臓器ってのは腹膜っていう膜で覆われていることが多いんですが、その腹膜より後ろにある臓器なのでこう呼ばれてるんです。この後腹膜臓器に異変が起きると背中が痛くなりやすいっていう特徴があるんですね。例えば腎臓や尿管も後腹膜臓器の仲間なんですけど、尿管に石が詰まる尿管結石という病気の痛みも背中に出やすいんです。膵臓がんの場合は黄疸の話の中で胆管が膵臓がんのせいで詰まってしまうという話をしましたが、今度は膵臓の中の通り道が詰まることが原因になってくるんです。膵臓の中は膵管という管が走っているんですが、この管ががんのせいで詰まってしまい、中で逃げ場のなくなった膵液が溜まって膵管が拡張していってしまいます。この際炎症が起きて膵炎という状態になると背中が痛くなってしまうという仕組みなんですね。また背中だけでなくてお腹も痛くなることがあります。膵臓がんの初期の段階でこのようにお腹や背中の痛みが出現することはあるにはあるんですが、なかなか病院に行くほどひどい痛みにはならないので放置してしまうっていうことが多いんですね。もしもお腹や背中の痛みを繰り返すっていうことがありましたら、膵臓がんの可能性もありますので早期受診をお勧めします。また今回の動画では詳しく取り上げませんでしたが、あらゆるがんに共通している症状として体重が減少するという症状は膵臓がんにも起こり得ますので覚えておいてください。そちらの詳しい説明は大腸がんの解説動画で紹介したので、よかったらそちらもチェックしておいてくださいね。このように膵臓がんは多彩な症状を引き起こすんですが、予防法についても紹介しておこうと思います。膵臓がんを予防するのに最も重要なのは、膵臓がんのリスクとなる要因を知るということです。膵臓がんは肥満の人、タバコを吸う人、お酒を大量に飲む人に起こりやすいです。なので肥満の人は体重を減らす努力と、喫煙や大量飲酒などの習慣がある人はできるだけやめる努力をしてほしいですし、もし血のつながった家族に膵がんの人がいたら遺伝するケースがありますので、なおさら悪い習慣はやめることをお勧めしておきます。今回は膵臓がんの初期症状についてお話ししました。それではまたの受診をお待ちしております。